こんにちは、かっちゃんです。しらたきということで、今日はしらたきのレシピをやってほしいです。外出できないので運動不足のだけ、 なるべく低カロリー高タンパクメニューお願いしますというリクエストをいただきましたので、外出がなかなかできなくてヘルシーなメニューをたくさんリクエストいただいてましたので、しらたきプラスヘルシーで安価に買える納豆を使いながら、納豆しらたきチャーハンと納豆しらたき担々麺を作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。しめじ4分の1房の石突きを落とし、食べやすい大きさに分け、長ネギ8センチほどはみじん切りします。納豆1パックはタレとからしを入れて混ぜ合わせ、水切りした白滝 200g をお米サイズの大きさに細かめにみじん切りしたら、フライパンに入れてから入りしていきます。はい、では今だいぶ水分が飛んで、こんな感じで白滝がパラパラっとしてきたら、ごま油大さじ1、すりおろしにんにく小さじ1、切っておいたしめじとネギを加え炒め合わせていきます。しめじがしんなりしてきたら、混ぜておいた納豆を加えて炒め合わせていきます。はい、では炒めて納豆のね、ネバネバ感がなくなってきてパラッとしてきたら、一旦具材を端に寄せて、空いたスペースに卵を割り入れて炒り卵を作っていきます。では卵に火が通ってきたら全体を合わせていきます。では全体を炒め合わせたら、ガラスープの素小さじ1、鍋肌から醤油小さじ1を流し入れ、強火にかけながら炒め合わせていきます。では全体に調味料行き渡ってパラッとしたら完成なので、お皿に盛り付けていきましょう。ではあと最後お好みで細ネギをパラパラっと散らしたら OK。 はい、ではこんな感じで納豆と白滝でヘルシー納豆白滝チャーハンの完成です。はい、では次に納豆白滝担々麺を作っていきます。では先ほどと同じく白滝 200g をフライパンでから入りしていきます。白滝は少しね、長さが長いようなものは切っておいてください。では先ほどと同じく水分が飛んで白滝がポロポロとしてきたら、先ほどと同じくタレを入れて混ぜ合わせた納豆1パックとごま油大さじ1、すりおろしにんにく小さじ1を加え炒め合わせていきます。はい、では納豆がパラパラっとしてきたら、牛乳 100ml、水 80ml、ガラスープの素小さじ1を加え、火にかけて煮立たせていきます。はい、では鍋肌がふつふつとして煮立ってきたら、一旦火を消して、味噌小さじ1を溶かし合わせていきます。はい、では味噌を溶かし合わせたら、すりごま大さじ1と最後軽く塩コショウで味を整えたら完成なので、お皿に盛り付けていきましょう。ではお皿に盛り付けたら、最後中央にキムチを乗せていきます。これはお好みであってもなくてもどっちでも大丈夫です。ではあと小ネギをパラパラっと散らして、半熟卵を添えたら OK。 あとはお好みでラー油をかけながら食べてみてください。はい、ではこんな感じで白滝でヘルシーなのに大満足、納豆白滝チャーハンと納豆白滝担々麺の完成です。
じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は白滝と納豆を使いながら納豆白滝チャーハンと納豆白滝担々麺を作ってみました。それでは本日はノンアル気分ホワイトサワーテイストで乾杯。乾杯。くー、カロリーゼロ。じゃあ早速いただきましょう。今回はヘルシーな白滝プラスヘルシー高タンパクでプラスね、こう安価に買えるような納豆を合わせて中華を2品作ってみました。じゃあまずね、このトゥントゥン麺からいただきましょう。トゥントゥン麺からいただきます。タンタン、あ、タンタン麺や。うん、しっかりと空入りして臭みを抜きつつ水分を抜いて、そこに納豆を加えることで、ほんとお肉がね全く入ってないんですけど、納豆がひき肉の代わりになりつつ白滝が麺の代わりになって、牛乳に味噌とガラスープを加えて、そこにすりごまを加えることで本格的な担々麺風のスープが自宅で手軽に作ることができます。うん、炒めることでこの納豆の臭みとか風味全くなくなるので、ちょっと納豆苦手かなって方でも美味しく食べれるような感じで、担々麺のスープって豆乳でね作っても美味しいんですけど、今結構ね牛乳みんな消費しようっていう風にツイッターとかでもねよく声掛けして見えるので牛乳使ったんですけど、牛乳でもすごく濃厚なスープになって牛乳ね消費できるような感じのレシピになってます。じゃあ卵いきましょう。うわ、絶対美味しいやん。うん、卵もすごくね高タンパクでヘルシーかつ結構腹持ちのいい食材なので、卵を入れることによって麺が白滝でも満足感があって、ちょっとキムチとかねラー油かけてピリッとさせることによって代謝も良くなり味もねよく仕上がると思います。じゃあ次はねチャーファンいきましょう。チャーファン、うん、チャーハンの方は白滝をお米くらいの小ささに切って、こちらもしっかり水分を飛ばしていることによって食感が増すのでお米のような感じになって、納豆を入れることでこちらもひき肉なしでもこの納豆がねほんとお肉の代わりになってくれるような感じで美味しく仕上がります。あとはチャーハンっぽく一緒に卵を入れ合わせて、これもねダイエットにすごくいいと思うんですけど、キノコ類しめじを入れることによってヘルシーなんですけどボリュームも出て美味しく仕上がると思います。なんかねやっぱ卵とか結構たっぷり具材も入ってるし、このガラスープとねごま油の風味がすごくしっかり効いてるので、ほんとねお米なしでも全然これで満足いくような感じになってますね。なんかこれから結構連休に入るんで、ごちそうとか食べて合間合間ちょっとお昼ねヘルシーなものにしようって方とか、工程もすごく簡単に作れるのでお昼とかにもさっと作れますし、カロリーも控えめなので連休中ちょっとねヘルシーにお昼過ごしたいなとか思われてる方ぜひ参考にしてみてください。うん、はい、ということで今日は白滝を使った納豆白滝担々麺と納豆白滝チャーハンを作ってみた動画でした。低カロリーな白滝とこちらもカロリーで栄養素たっぷりの納豆を合わせることでヘルシーなんですけどすごくボリュームのある感じに仕上がって、しっかりとこう味のある中華風にすることによって白滝なんですけど物足りなさがなく、ほんと満足感のあるようなすごく美味しいレシピだと思います。家にねいる時間が増えてちょっとカロリーとか気になるなって方とか、すごく簡単に作れるんですけど結構本格的な中華を味わえるようなすごく美味しいレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ。白滝透明なもの、ゼロカロリー。